かつて佐原が江戸との交流を通じて商業の町として隆盛を見せていた頃、最も力を持っていたのが商家の主、旦那衆と呼ばれた本町人でした。町づくり、歌舞音曲、彫り物、伝統工芸などあらゆる点で江戸に負けない、むしろ江戸を超えるを目指したのも旦那衆だったのです。そうした旦那衆が目指したものの一つが江戸に負けない祭りだったのです。300年の伝統を今に伝える重要無形民俗文化財、佐原の山車行事。佐原の大祭を受け継いできた香取市佐原。佐原は千葉県北東部に位置し、その北部は利根川を介して茨城県と接し、その流域には水田地帯が広がり、早場米の産地としても知られています。さらに南部は山林と畑を中心とした平坦地が北総台地に連なります。深く江戸とつながり、商業、醸造業の発展で大きな繁栄を見た佐原、現在も当時の名残を伝える市中心部の町並みは重要伝統的建造物群保存地区に選定され、日頃から多くの観光客を集めています。今回の千葉見聞録は、房総の小枝とも呼ばれる佐原を取り上げ、その成り立ちや商業の発展に伴う町づくり、さらに現在の町並みなどをご紹介してまいります。ここは江戸時代の佐原の中心地であった中継橋。そう、千葉県の生んだ偉人の一人、伊能忠敬の名前をいただいて名付けられた橋です。当時も多くの商家が立ち並び、多くの人が行き交い、にぎわっていたのでしょうか。そうそう、新宿地区と本宿地区を結ぶこの橋、江戸時代には大橋と呼ばれていたようです。その頃のにぎわいの名残が今も垣間見えるこの街道、香取街道と言います。この街道は香取神宮に続く道です。この道は今も昔も佐原の中心となる道で、かつては多くの人が行き交い、たくさんの荷物を運ぶ荷車が行き交っていたそうです。先ほどいた中継橋、中継橋の下を流れる小野川を挟んで、東側を本宿、西側を新宿と言います。ここ佐原の町並みが出来上がったのは随分古いことのようです。歴史的にはですね、古文書のようなものに出てまいりますけども、鎌倉から室町時代に、町のができたんではないのかなというふうには思いますけれども、もともとやっぱりここは香取神宮の神官領ですから、ですからそういった意味で、支配をされていたんだろうと思います。でその中で、妖怪市場という頂戴名があるんですね。香取神宮の神官たちの支配領の中で、もともとからそこで市が開かれていたんですね。でその位置が開かれていたことによって、妖怪市場という頂戴が誕生したんだろうというふうには思いますけれども、
まあ、ですからそれが大体室町時代になると思いますよね、はい。まあ、商人の町としての基礎がその辺からできてきたのではないのかなというふうには思いますけどね。佐原の町並みが現在のようになるのは江戸時代。赤松宗旦が描いた江戸時代末期の佐原、細い路地組は現在の路地組とほぼ変わっていないことが分かります。佐原の中心部を南北に流れる小野川、佐原の落ち着いた町並みを形作っているのもこの小野川であるというのも分かります。佐原は利根川とその支流である小野川の水運によって江戸時代には大いなる隆盛を見ました。小野川には水面の近くにこうした船からの荷物を上げる下ろすための出しと呼ばれるところが何箇所も見られます。来る日も来る日もこの出しからたくさんの荷物の積み下ろしをしていたんでしょうね。徳川幕府を開くときに、利根川はその頃今の東京湾に流れておりまして、まあ、頻回に江戸の町が、まあ、水害に遭うということで1590年から約50年かけて、今の利根川筋に、まあ、土木工事で、つなげ替えて銚子から太平洋に流れ込むようにした。もともと鬼怒川とか小貝川の水系があったのでそれをつなぎ替えて主な流れを銚子へ向けたという、それが現在の利根川です。一番やっぱり佐原の繁栄の要因は利根川の東遷にあるわけですよね。人の手によって流れを変えた川利根川が水工事が行われたことによって江戸へたくさんの物資が運ばれるようになったわけですよね。で、送られた物資のほとんどは東北の物資なんですよね。仙台藩とか南部藩とか津軽藩とかこういった諸藩の物資が仙台の石巻から戦国船に積まれて、それで銚子の港へ入ってきます。で、銚子の港から今度は高瀬船という船に荷を積み替えます。銚子、佐原、日下ろし、そして千葉県の一番下にある関宿まで登ってまいります。そして北総大地を切り開いた新江戸川を下って野田、市川と下ってきてます。で、恵まれを積んだ高瀬船は浅草の蔵前というところに到達をして、札差とか両替商の手数料が取られて初めてお金に変わったんですよね。で、今度は帰りの船に江戸で流行っているもの、流行しているものを仕入れてきます。で、川沿いの小売店に飽きだったわけですよ。利根川の東遷が完成すると大型の高瀬船の通行が可能で、江戸に向けて大量の荷を運べるようになり、佐原菓子はにぎわいを見せるようになるのです。また利根川が形作る低地では新田開発が進み、一大穀倉地となるのです。江戸時代の三海市であり文化人でもあった赤松宗旦の記した利根川図紙に当時の佐原のにぎわいが記されています。佐原は下利根につき第一繁盛の地なり、村の中ほどに川ありて、新宿本宿の間に橋を架す、米国諸荷物の上げ下げ、旅人の船、川口よりここまで先を争い、両岸の狭きを恨み、まことに水陸往来の群衆、昼夜やむときなし。当時東北各地や九十九里地方から銚子港に運ばれた物資はまず佐原に集められ、ここで問屋取引が行われてから高瀬船に積み替えられ江戸に送られました。小野川近くには米以外にも薪や炭、油、さらには周辺の農産物や房総沖の水産物などさまざまな物資が集まります。中でも九十九里地方で作られるイワシを干した肥料、干し蚊と塩がその中心でした。特に干し蚊は最上の肥料として高い需要を誇っていました。
佐原には今も古くからの酒造りの技を伝える酒蔵が2つ残されています。醸造業が盛んになったのも佐原の発展を後押ししたんでしょう。醸造業や食品加工業が盛んになると、佐原はそれまでの江戸への物流の基地から江戸という大消費地を控えた生産基地へと姿を変えることになったのです。中でも現在は銚子や野田ほどではない醤油醸造が盛んになり、関西からやってくるいわゆる下り醤油を駆逐するほどになるのです。で、特に佐原がその地場産業が盛んであったということは、造り酒屋さん、それからお醤油屋さん、こういった醸造業が非常に盛んであったんですよね。それはその原材料が簡単に手に入りやすいんですよ。あの伊藤忠敬の記念館の中にお醤油屋さんの番付が展示してあります。あれ天保2年なんですよ。で、1831年の年のお醤油屋さんの番付で、もうお醤油って言ったらば皆さんもう野田の菊王丸、銚子の山田茂太と必ずおっしゃいます。まあそれは現代。ところがその天保年代、江戸時代の後期のお醤油屋さんの番付で、野田といえばその高梨平左衛門とか茂木酒井でしょ、ね、野田の菊王丸ですよね。これが西の大関、銚子の山田に茂太があります。これが前頭筆頭なんですよ。佐原にはすでに東の大関に位するお醤油屋さんがあったんですよ。そういったお醤油屋さんのいわゆる関連の中で、この江戸時代後期から明治の初めにかけて佐原を代表する商家がこちらの醤油さんですよね。そうした発展を背景に力をつけるのが旦那衆なんです。江戸時代の佐原は旦那衆が目指したようにまさに江戸勝りだったようです。お江戸見たけりゃ佐原へござれ、佐原本町江戸勝りと歌われたように、江戸時代の佐原の繁栄ぶりが伝わってきます。佐原本町江戸勝り、この江戸勝りを目指したのは繁栄を極めた佐原の旦那衆だったのです。当時佐原を取り仕切っていたのは旦那衆と呼ばれる利根川水運に関わる事業を行っていた商家、醸造家の主たちと豪農の地主だったのです。もともと旦那衆というのは経済的な力がなければ佐原の旦那とは言えませんから、ですからそういった経済的な力があったらばこそ町の旦那ということになるわけですよね。その旦那衆たちはいわゆる江戸の商人に負けないような商人になりたいという、そういう強い思いはあったと思いますよね。で、佐原へはですね、多くの文人墨客たちがあのお見えになるようになります。これはあの清卸菓子なんですね、はい、で清卸からいわゆる茶船といいまして遊覧船が出るようになるんですよ。そういうようなその今で言えば遊覧船が運行されたことによって、歩かなくても佐原へ来ることができたんですね。そういった江戸の文化がどん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 こうして江戸へ入って佐原へ入ってまいりますので、まあ、松尾芭蕉をはじめね、こういった大津の文人たちがあの佐原へお見えになる、まあ、こういったいわゆる江戸との直接といわゆるつながりが、文人墨客のつながりができてきたのは、やはりそういった遊覧船茶船が就航されるようになってきたからね。そうした旦那衆が目指したものの一つが佐原の祭りなんだそうです。国の重要無形民俗文化財にも指定されている祭りは、小野川の東側、つまり本宿地区では夏7月に、小野川の西側、つまり新宿地区では秋10月に行われています。佐原の大祭、その発祥は明確ではありませんが、現在のように大型の山車が引き回されるようになったのは享保年間のことと言われています。もともと地区を守る鎮守の祭りであり、疫病退散や豊作祈願のための祭り、つまりごくごく一般的な祭りだったと言われます。町の政治と経済を取り仕切る佐原の旦那衆にとって、佐原の祭りを江戸を超える祭りにすることが必要なことだったと言われます。それが
自らの事業と町を発展させていく核だったと言えるのです。この墓地に豊武式太夫の墓と刻まれた墓碑があります。佐原の祭りにとって切り離して考えることができない佐原林の完成に大きく関わっているとも言われているんです。旦那衆たちが佐原へ豊武式太夫を招いて、それで従来行われていた下座連ですね、囃子方に新しい曲を習わせて、それで佐原林が誕生したんだろうと思います。だから豊武式太夫によって俗に言う佐原林というのは、全く今までのいわゆる祭り林と違う、笛の音を中心にしたいわゆる林が演奏されているということなんですよね。ですからそれがやはり、私に言わせれば日本の三大祭り林、京都の祇園林、江戸の神田林、そして佐原林と、この日本の三大祭り林の一つが佐原林だと私がそう思っていますし、そのようにお話をしているんですよね。佐原の町中は今も細い路地が入り組み、歩いてみると懐かしさを感じる町並みになっています。こうした町並みも江戸時代の旦那衆が作り上げたものなんでしょうね。お店に蔵が多いのも佐原の町を特徴づけています。古い蔵造りの建物が江戸の名残を今に伝えています。現在国の重要伝統的建造物群に選定されている佐原の商家建築にはいくつかの特徴があるとされています。その一つが蔵造りの商家が多いということ。佐原は江戸時代から明治時代にかけて何回か大きな火災によって市街地を焼失しています。そうしたことから当時の大化建築である蔵造りが行われるようになったようです。江戸の頃を思わせる町並みが現在もこうして多くの人を迎え、多くの人に安らぎを与えています。これも町並みを守ろうという佐原の人たちの努力があってのことなんでしょうね。ここを見てもらってもやはりこういう具合にこう蔵がある風景とない風景では町としての重みが違うと思うんですよ。これが私たちいう景観なんですよね、大事にしたいっていうのはその裏にあってここに生活がある、そして住んでる方がいる、この辺のところが私たちの一番大事な基本的なことであって、私たち NPO2 つの柱があるんですけども、一つは本物志向での修理修繕で、もう一つが生きた町並みを残しましょうということで、やっぱり朝起きておはようと言えるようなこのような地域社会というものを作っていこうというような、このためにやっぱり住んでる方が一緒に、建物の保存だけじゃなくて一緒に住んでる方がいる、そんな町並みを作っていこうと、そのように決めて平成16年に NPO を作り上げたんですけども、小野川沿いにはまだ木の色が新しい建物も目につきますが、その作りは景観に配慮されていますね。こうした人々の気遣いが温かな街並みを守っているんですね。佐原は明治22年の町村制によって佐原町となり、昭和26年に市制を施行、さらに平成18年3月、香取市となっています。さあ、もうちょっと足を伸ばして歩いてみましょう。利根川、小野川の水運による佐原の町の隆盛と、それに伴う旦那衆の活躍が今の町づくりの基礎となり、さらに歴史を引き継ぎ伝統を守ることへとつながっているのです。江戸を超える町づくりにチャレンジする旦那衆を生んだ佐原は、50歳を超えてから日本全国を歩き実測地図を作り出した気鋭の測量家を生むことにもなるのです。
次回の千葉見聞録は、気鋭の測量家を生んだ背景を探りつつ、もう少し足を伸ばして佐原周辺をご案内いたします。